阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスのゲーム。打順は6番城島。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。ワン走ってきた、キャッチャー二塁送球する、きっちり盗塁を決めてきました。まあこの足ですからね、簡単には止められないでしょうね。この球は外れました。ストレート打っていった、スタンドに入ります。ライトへ、ここはフライになっています。落下点に入ります。ライトフライ抑えてアウト、ツーアウト。バッターボックス T 岡田。ホークスこの回3点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。引っ張った、山田抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。7番バッター T 岡田、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあホークス追加点のチャンスを迎えています。切りました、ファウルボール、ワンストライクです。外へのスライダー、ここは見極めています。ライトを持っていった、頭上を越えた、サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ホークス追加点を挙げました。5対1、さらに三塁二塁のチャンスが続きます。いやいい形でね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。試合を制したのはソフトバンクホークスです。